のうまいもん TV。 はい、こんにちは。うまいもん TV 和歌山県リポーターのかいしです。と、今日はですね、新宮市にありますマジックピエロさんに来ております。こちらですね、クレープの種類がなんと250種類以上あるということなので、野菜のクレープから甘いクレープまで、そしてですね、熊野牛を使ったバーガーですね、もうすっごい気になります。僕のおすすめ、ザクザクポテト。もうめっちゃザクザクして、もうめっちゃくちゃ美味しいです。もうということで行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、到着いたしました。熊野デラックスバーガーです。熊野チーズデラックスバーガーです。いただきます。肉と卵とトマトときゅうりがもう全部の良さが出てます。もうすっごい噛み合ってる。お肉のこだわりとかってありますか？お肉は、熊野牛使って一から全部手ごねで一個一個作ってます。野菜は地元の新鮮な野菜を使うようにしてます。普通のハンバーガーは、あ、これ何バーガーだなって分かるんですよ。このバーガーはもう本当にこれ熊野牛やって分かるぐらい、分かるぐらいもうすごい美味しいです。はい、続いてクレープデザートきました。すっごい美味しそうです。とですね、250種類以上あるクレープの中の本当に人気の高いいちご生クリームクレープになっております。ではいただきたいと思います。クリームがすごいたっぷりで、すごい美味しい。いちごのなんか甘み強いですね。すごい、ほんと止まんない。本当に同級生がもう毎日ピエロに来るっていうぐらい、本当に僕が言うことじゃないんですけど、本当にもうみんなから愛されてます。ルフィ新宮市に来た時はマジックピエロに。いやー、美味しかった。もうバーガーもクレープも最高です。もう子供さんからお年寄りの方まですごい楽しめる、すごい美味しいお店になっております。うまいもん TV 和歌山県リポーターのかいしでした。ご視聴ありがとうございました。次のお店もお楽しみに。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。こちらにですね、うまいもん TV のロゴを貼っておきましたので、そちらをクリック、ぜひクリックしてください。あとですね、こちらに関連動画も載せてありますので、ぜひお願いします。